はい、ポケモン不思議ダンジョン、本日もよろしくお願いします。お願いします、わらびです。やっていきましょう。続きジプトルと未来から過去に帰ってきたとこだね、多分ね。さあ、じゃあやっていくか。前回めちゃめちゃ長時間やったからね。そうか、ここか。ちょっと待って、これあれだ、逆だ、こっちだ。すいません、すいませんね、失礼しました。オッケー、準備完了やで。2日ぐらい開けたわ。完璧ですね。この木崎の森で、時の歯車を取ろうというとこやね。結構せっか。お、日本晴れしきだ。珍しいよね、でも天候で、この頃ポケモン多かったね。天候でこう、見た目が変わるポケモンってね。今完全に右下にユンゲラおったな。内緒内緒。内緒。多分ね、20回ぐらいあって、ウェイー！ごめんみんな。みんなごめん。あーしまった。マジかよ。いきなりかよ。はいはいはい。どうしようか。なんか弾ないかな。敵用怯え玉使うか。これめっちゃ万能だよね。敵用怯え玉。でもこんだけ広いモンスターハウス初めてやな。いいね。噴煙あるの強いな。おお、一斉に逃げてくね、みんな。この間にグミとかをね、いっぱい取って。あ、やべ、ミスター。あ、でもこれなら 1V1 できんじゃない、この、感じなら。強え、噴煙。そんな強いの？最強技かもしれん。俺じゃあちょっと、未来予知するわ。この右んとこにヘルガーが来る予想で穴掘っとこう。ドーン。頑張れ、山田。ナイス。よっしゃ、蹴散らしだった、全員。オッケーオッケー。もうグミ取り放題よ。食べ放題キャンペーン。おいっそー。あー、待って、手持ち、あ、4000あんの？ワンチャンこれグミ買ってもいいかもね。これなんか置いてたら売れるんだっけ？道具を足元に置いて、で、出てったら、あ、ほら、これいいよね。このシステムすごい好き、俺。はっ、あ、あいつ羽休み拾ったぞ。ちょっと待て、ラルトス、お前。ちょっと待て。お前拾ったやろ、絶対。高めに売れるやつ拾っ、おい、返せよ。あ、置けた置けた。これ今拾ったら、あ、折れないでもか。はいはいはい。これで商品にされとったら、もうマジ、切れかけたわ。危ねえわ。なあ、大丈夫よ。売っといて。はいはいはい、ありがとうね。いいね。これでお金貯まっていくのもいいシステム。うわ、めっちゃ迷った。最悪や、もう俺で。あはは、最後の最後に見つけた。よいしょ。あ、来たね。やっぱ20回やったか。さあ、木崎の森。奥地。これは。あれ？時の歯車は戻されたんじゃなかったっけ？時止まってんね。あ、そっか。そうや。時が止まっている。でも、確かあの時、ジプトラや僕たちが未来へ連れて行かれる前のあの時。ね。後のことはお任せ。必ず元の場所に戻すって言ってるもんね、これね。ワンチャンだから戻す前の過去に戻ったっていうことはあり得るけどね。うん。ここの時間止まったまま。わかんない、時の歯車。見に行こう。時の歯車があった場所はこっちだ。あ、あるじゃん。あるのに時が止まっている。時の歯車だ。間違いない。でも、ね、時間止まってるね。ということはもう、次元の塔が崩れ始めているんかもしれんね。風も吹かない。いや、この木の葉だ、木の葉は止まってんだろ、大体。おぉ。もう止まってるからいいと思うけんね、俺もね。止まってるから取っちゃえ理論だよね。あ、何するの？すでにここの時は止まっているんだ。
今さら時の歯車を取ったところで変わりはない。まあね、それにもっと気になることが。気になること、とにかくここは引き上げよう。あと山田、お前に頼みがある。何？サメ肌の岩に戻る前にトレジャータウンで少し情報を得てきてほしい。そこで探ってきてほしい。今この世界で何が起きてるのかを。てか俺たちは一回プクリンギルドに戻った方がいいんじゃないの？ねえ、みんなに見つかると面倒だから隠れて探る。隠れて探れるの？山田にできるかな？俺の方が適任じゃない？リオルだし。忍びっぽくない？お、どうした山田？いろいろ聞いてきたよ。どうだった？それがあまり良くない感じだよ。僕たちが未来に行った後、ユクシーたちは時の歯車を元の場所に戻したらしいんだ。そしてそれでまた元に戻るってみんな喜んでたらしいんだけど、でもそれでも時は止まったまま。それどころか時が止まる場所も他にもどんどん増えていた。多分ね、次元の塔が崩れ始めてんだよ、それは。うろたえる。まあな、時が止まらなんて異常事態すぎるもんな。どんどん増えてるということは、ただ一つ、次元の塔が壊れ始めた。だよね、そうだよね。そうだ。つまり時間を司る次元の塔が壊れ始めることによって、各地の時も破壊され、星の停止に向かって、そうなんだ、動いているんだね。急速に動き始めたんだ、世界が。まずいじゃん。早くしないとこの星は星の停止を迎えることになる。時の破壊を止める方法はただ一つ。時の歯車を集め、リアルガのいる次元の塔に時の歯車を収めること。ただし問題がある。次元の塔は幻の大地と言われるとこ。かっこいいよね、幻の大地。ドラクエ5っぽくない？まんまやな。幻という、あれ ?6 だったっけ？どっちもいいよ。6な気がするな、幻の大地は。でも、時間が良くないね。時間がないね。手分けしていこう。俺は時の歯車を集める。その間、お前たちは幻の大地を探してくれと。わらびもそれでいいよね。あ、間違いない。大丈夫だろう。幻の大地を探さないといけない、いけないんだね。まだ誰にも発見されてないっていうのを考えると、かなり遠くにあると思った方がいいかもしれない。海の向こうに渡る手段も考えておくべきだろう。情報がなくてすまないが、頼んだぞ。任しといてな。俺たちが幻の大地を、ただの大地にしてきてやるよ。任しといて、ジプトル。さてと、僕たちも探しに行こうか。幻の大地を。一回、ギルド戻った方がいいんじゃないの？とりあえず海を渡る手段でも考えてみようか。そうやな。でも日の嵐お前、炎タイプやけど大丈夫か？結構この辺うろちょろしてるけど見つかんないやな、俺ら。大丈夫なんやな。海を渡る手段なんてやっぱり思いつかないよ。幻の大地を探すなんて引き受けちゃったけど。どっから探っていけばいいんだろう。まあ、おろしやからな。意外とすぐそこにあったりするかもしれないよね。急がなきゃいけないのに。のんびりもしていられない。一刻も早く幻の大地の場所を突き止め。そこにある次元の塔を、ね、時の歯車を収めないといけないからな。食い止めなきゃ。そしてそのためには、やっぱり、みんなの協力が必要だ。戻ろう！プクリンのギルドに戻ろう。戻るべきやで、今は。どうして？僕たちはいきなり消えたことになってんの？まあ、戻ってきても喜ばれるやろ。ね。それはみんなすごく心配してると思うし、僕もみんなに会いたいけど。まあまあまあ、普通に戻っていいと思うけどな。変えてこれたんですよ、俺ら、つって。ウィースって。なんかコーラでも差し入れてさ。まあ、話そうぜ。みんな信じてくれる。まあ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 。話せばわかるよ。平賀に以外は分かってくれるはず。うん。平賀にはあれは物分かり悪いから。ちょっと。いけるいける。この世界はみんなジプトルが悪者で、ヨノワールがすごくいいポケモンだと思っている。まあね。未来を見てきた僕だって、
まあそれはそれとして、今のこの状況を話せばなんとかね、幻の大地見つけようとりあえずね。うん、真実を話しても誰も信じてくれないかもしれない。でもまあね、それでも伝えるべき、間違いないと思うよ。もう山田くどいな。そう言うべきだよ、みんなの力です。そう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 、団結の力ですよ。ディアンケとかもね。そっか、幻の大地を探すには僕たちだけではなく、みんなの協力ですよ。そうなんだよ、それこそ俺たちよりね、何年もね、もっと経験を重ねているね、あの人らやしな。みんなの協力を仰ごうぜ。そうしないと星の停止にはとてもじゃないけど間に合わない。わらび、わかったよ、行こう、プクリのギルドへ。よっしゃ行こうぞ山田、ギルドに行って本当のことを話そう。みんな驚くと思うけど、でもきっと分かってくれるよ。帰るか、プクリのギルドへ。とりあえず帰りましょうや。チャプター17、ギルドの仲間たち、久々の再会ってわけやね。はぁ、緊張するよねこういうのね。わかるわかる、なんか随分久々な気がするね。でも、うん、いざ来てみるとなんか入りづらい。まあね、でも俺たち何も悪いことしないんだよね。あるよなそういうの、しばらく身内間で話してないと、もう一回帰るときにどういう風な話し方してたっけみたいになるもんね。まあね、まあ帰ればいけるよ、また馴染める馴染める。いや、恥ずかしがってちゃダメだよね、みんなに会って事実を話さないと。 OK、 懐かしのあの頃、ポケモン発見、ポケモン発見、誰の足型、誰の足型。足型は、足型は、この足型は、おい、どうした敵だ、落とせよ、おい、これは敵だ、穴掘ってどこへ行く、だってこの足型は、山田さんなんです。なんだって。みんなで足型見てんの。お、やっぱり山田さんだ。それにわらびさんもなんで俺ついでなんだよ、おい。久しぶり敵だ。帰ってきたで。ああ、いいなあ。帰ってきたな、俺たち。うぃー、俺だよ。わらびさんたちでしょ。お前たち生きてた、おお、生きてた。バリバリだったよ、本当にもう。ビンビンですよ。足は。前歯折ってやろうか、本当に。みんな、ただいま。お、ペラップや。プクリンさん。お帰り、山田、わらび、ただいまです。親方、ただいま。ご心配おかけしました。なんだって、ちょっと待って。話を整理させてくれ。まあ、簡単に言えば、そうそうそう。ジュプトルがええやつ。そうです。そして、ヨノワルが悪者。はい。素晴らしい。で、わらびは実はジュプトルの仲間だったと。はい。ヨノワールさんはそのわらびとジュプトルの命を狙って、未来へ連れてった。うん。そしてお前たちはヨノワールさんから逃げ出し、未来からこの世界へ命からがら帰ってきたと。そういうことよ。ああ。それを食い止めないといけないんだ。星の停止をね。で、俺たちは幻の大地を探してる。その通り。ようやくしてくれたね。カッカクシカジカなんだよね。ははははは。わらびと山田、お前たちきっと悪い夢でも見たんだろう。なんでやねん。自分の部屋で休んできなさい。ちょっと待てよ。僕たち嘘ついてるわけじゃないよ。今話したことは全部本当なんだよ。わかってる。だいぶお疲れのようだけど、一晩寝れば治るから。なんやこいつは。話せばわかると思ってたのに俺たちは。違うよペラップ。本当なんだってば。しつこいな。お前たちの話にどこが本当だと言うんだ。幻の大地なんて場所、情報屋の私ですら聞いたことないよ。結構聞いたことないこと多いじゃんや、ペラップ。だいたい、あの親切なヨノワールさんがそんなことするわけないだろう。もう、外面だけなんだって。外面だけ、あれは。受け入れがたかったよ。でも、
うるさーい。とにかく世の悪さが悪者なんて信じられるか。なあ、お前たちだってそう思うだろ。世の悪さが悪者だなんて信じられないよな。私たちも世の悪さんは尊敬している。だからやっぱり信じられない。だろ?だろ?やばい、ツイッター民や。でも、お、どうしたキマリ。よくわからないことがありますわ。あの時、世の悪さんが未来へ帰ろうとしたあの時。まあね、確実に連れ込まれたもんね。別れるのまだ早い。ねえ。一緒に来させられたもんね。無理やり、お持ち帰りされましたからね。未来へお持ち帰りされたから。あの時、世の悪さんの行動は、どう考えても変でしたわ。まあね、確実におかしいよね、あれはね。あれは山田たちがたまたま誤って時空ホールに、いや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 、おかしいだろ。いや、違う。あの時は明らかに世の悪さんが山田たちを引きずり込んでいたぞ。ね。よく見てた。さすがみんな洞察眼は優れているね。ペラップと違って。世の悪さんはなんでそんなことしたんだっけですね。もし、山田さんの言うことが本当なら、世の悪さんの行動も辻褄が合いますわ。ちょっと待て。じゃあ何かい?みんなは山田たちの言うことを信じるというのかい?おい。弟子の言うこと信じれないやつなんて俺はもう、ここ脱退だわ。レフト。足は、信じるだけです。おお!おい、ビッパーお前、ほんと。殴ってやるか、お前。熱すぎるだろ、ほんとに。ええ、なんだって!じゃあ、ビッパーも、世の悪さんが悪者だって思うのかい?足も世の悪さんのことは尊敬してたんで、それで言われると辛いだけですが。でも、足にとってそれ以上に、そうだよな!同じ釜の飯をいっぱい食ってきたわけやから。そうだよ。さすがだな、ビッパーお前は。泣かせるじゃねえか、ビッパーお前。ビッパー。おいらも信じるぜ。お、ヘイガニ、キマワリ。おお、ドゴム。ディグだ。チリー。ダグトリオ。いい仲間持ったぜ、俺は。グレグルは?信じてくれて、本当に。いや、どうやら話はまとまったみたいだね。おー、みんな友達を信じてくれてよかった、よかった。じゃあ、早速、幻の大地を探しに。ちょ、待ってくれ、親方。ん?どうしたの?話まだまとまってないんじゃないか?え?わしたちはいいとして。ペラップはまだ納得いってないんじゃないかと。いいよ、こいつはもう。脱退。なんだ、そんなこと?ペラップだったら心配ないよ。え?ペラップだって納得いってるもんね。ええー、山田たちのこと信じてたもんね。ほんとか?ペラップ。ふふ。ふははは。なんだ。どうしたんでしょう。ふん。さすが親方様。仕方がないな。私は最初からわらびたちのことを信じていた。ほんとかね。BGM か嘘ついてる BGM なんだけど。ただ私が最初に信じるって言っちゃうと、みんなそれについてきちゃうからな。まあな。日本人気質やからな。なんだそれは。だからあえて私は、お前たちの友情を確かめてみた。あ、試してみたんだ。マジかこいつ。でも私は確信していたよ。きっとみんなも仲間を信じるだろうと。まあまあいいわ。はい、わらび、そして山田。親方。僕は信じるよ。なんだってギルドの仲間なんだもん。親方。みんなも聞いて。今いろいろな場所で時が止まり始めている。そして山田の話で。僕たちの世界に危機が迫っているのは分かった。であれば何とかしなくちゃね。だからここは、プクリンギルドの名にかけて、みんな力を合わせ。そして、幻の大地を発見するよ!頑張ろうねみんな!おお、いいね。団結ですな。みんな、今からすべての仕事を幻の大地の発見にシフトする。また、
今この世界で起こっていることもみんなに伝えなくてはならない。忙しくなるがみんな頑張ってくれ。やるかね、これで噂広めたらね、時の歯車も見やすくなるやろうしね。へい、じゃあそっちもおいら行くぜ。よっしゃー、話を進めよう。急ごう。ターン、よいしょー、へいへい。幻の大地については僕も全く情報がないんだ。ごめんね。親方様ですら。もしかしたらコータス長老。ああ、あの温泉にいた人ね。トレジャータウンに住んでる物知りなじいさん。温泉が大好きでいつもそこにいるから。温泉に行けば会えると思うぞ。なあ、滝壺の洞窟で吹っ飛ばされた先にいたよね。なんとお主たちそんなところから流されてきたのか。それは大変じゃったの。あったね、こんで京都ね。ぶっ飛ばされ事件でしたよね、これね。そっか。そう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 、あの時のおじいさん。亀の甲より年の甲っていうしね。コータス長老に聞きに行ってみなよ。幻の大地か。その前に、今日はもう遅いですし、それに、わらびさんたちお腹も空いたし、お腹減った。ほんとだ、お腹減りまくりだから。今日はご飯を食べて、ゆっくり休んで、明日から頑張りましょう。ほんと腹減ったわ。おい、今の聞いたか。わらびのやつ、チリーにお腹で返事してたぞ。うわははは。ほんとにもう、恥ずかしいな。あんなに丸いなんて。ここの部屋も久々、ね、久々に見たわ。なんかやっと帰ってきたって気がするよ。でも、みんな僕たちの話を信じてくれてよかったね。僕、ちょっと感動しちゃったよ。明日はコータス長老のとこに行って話を聞こう。明日からまた頑張ろうね、わらびよ。山田。いやー、帰ってこれたんだよ、俺たち。